斎藤隆夫は、日本の弁護士、政治家である。姓は、斎藤とも表記する。帝国議会衆議院において、立憲主義、議会政治、自由主義を擁護し、弁説により、軍部の政治介入に抵抗した。田島国伊豆市軍、現在の兵庫県豊岡市伊豆市町中村に、斎藤八郎衛門の次男として生まれる。8歳になり福重小学校に入学したが、 12歳の頃、何としても勉強したいという一年から、京都の学校で学ぶことになった。ところが彼の期待していた、学校生活とは異なり、一年も経たず、家へ帰ってきた。その後、農作業を手伝った。21歳の冬に、東京まで徒歩で移動する。上京後は後に、徳島県知事である、桜井務の所生となる。桜井の退官後は、 桜井からの紹介で、東京田島の長来軍出身で、大物財界人の原六郎の支援を受ける。1891年9月に、東京専門学校行政課に入学。1894年7月に、同行動学科を主席で卒業。同年反事件事投用試験に不合格も、翌年1895年弁護士試験に合格。その後、 アメリカのイエール大学法科大学院に留学し、広報や政治学などを学ぶ。帰国後の1912年洋服軍選出の衆議院議員佐藤文平の後継として原の窮地であった斉藤に白羽の矢が立ち陸県国民党より総選挙に出馬、初当選を果たす。以後、1949年まで衆議院議員当選13回、生涯を通じて、 落選は一回であった。第二次世界大戦前は立憲国民党、立憲同志会、憲政会、立憲民政党と非正優会系政党に属した。普通選挙法導入前には衆議院本会議で普通選挙賛成演説を行った。この間、浜口内閣では内務政務次官第二次若月内閣では法制局長官を歴任している。 腹切り問答を行った、浜田国松や人民戦線事件で検挙される、加藤寛重と共に、反ファシズムの書籍を出したり卓越した、弁説・演説力を武器に、たびたび帝国議会で演説を行って、満州事変後の軍部の政治介入、軍部におもねる、政治家を徹底批判するなど立憲政治家として軍部に抵抗した。反軍演説が軍部、及び軍部との連携。 新軍武士校に傾斜していた、議会内の諸党派勢力、社会大衆党、自極道司会など、より反発を招き、3月7日に議員の圧倒的多数の投票により、衆議院議員を除名された。しかし1942年総選挙では、軍部などからの選挙妨害を跳ねのけ、翌3選挙で非推薦ながら、兵庫県5区から最高点で再当選を果たし衆議院議員に、返り咲く。 第二次世界大戦後の1945年11月、日本新保党の創立に発起人として参画。翌年の公職追放令によって新保党274人のうち260人が公職追放される中、斉藤は追放を免れ総務委員として党を代表する立場となり、翌1946年に第一次、吉田内閣の国務大臣として初入閣する。 1947年3月には民主党の創立に参加、同年6月に再び、片山内閣の行政調査部総裁として入閣、民主党の政権への策動に反発し1948年3月に一部同士と共に離党。日本自由党と合体して民主自由党の創立に参加、翌年心臓病と六膜炎を併発し、東大没量内科で死去。 去年79、故郷の伊豆市に記念館、静止堂がある。普通選挙賛成演説、祝軍演説、反軍演説を、斉藤の三大演説と扱われる。大正14年3月2日に、衆議院本会議で行われた演説は、帝国議会即記録に公開されており、演説後の登壇者に、斉藤君は2時間以上も喋ってという発言が、見られる。 政府の独断選考によって、決死体からして、白紙の委任状に目倉んを押してもらいたい。これより他に、この法案すべてを通じて、何ら意味はないのである。など、議会の審議、決議なしで国民を戦時体制のために統制する、国家総動員法の危険性を指摘した。演説後、同僚議員に、この案はあまりに政党をなめている。 僕は自由主義最後の防衛のために一戦するつもりだ、と語っている。しかし、斎藤の反対も虚しく、会議的であったに大政党もついに賛成に、周り国家総動員法は可決された。ネズミの殿様とのあだ名で国民から親しまれ、愛され、尊敬された政治家であり、その影響力は、尾崎幸を犬飼い武氏に並ぶと言っても過言ではないほどであった。 あだ名の由来は小柄で、イエール大学に通っていた時に、六幕園を再発しばらぼれを七本抜いた影響で、演説の際、上半身を揺らせる癖があったことによる。半軍演説で、除名処分を受けた後、第七十五帝国議会作官という一編の監視を残している。我、こと即ゼ万ン人生、方変清い世評受け身百年生史上、聖者局直事文明。 ありがとうございます。